えー、ちょっと自己紹介です。あの、私はあの、国際認定ラクテーションコンサルタント、えー、あの、IBCLC として日本人の第1号とともに、あの、アメリカの MSW のカウンセラーと、あとは、あの、保健学の博士号を持っております。そして、母と子の育児支援ネットワークの、あの、代表をしております。ま、ここに、あの、あるような、あの、本を、あの、訳したり、強調したりしております。 あと、えっ、ー、と、国際的には IFE コアグループ。IFE というのは災害時の乳児栄養という意味のあの、略語なんですけれども、それのコアグループと言って、あの、ここにあの、あります、まあ、WHO とか、あの、WFP だとか、いろいろとね、ユニセフとかいろいろある中の、あの、一番下の方にあの、個人として広子本郷って書いてあるんですけれども、あの、こちらのメンバーとしても今、あの、活動をしております。 私の、あの、あの、属してます、母と子の育児ネットワーク、育児支援ネットワークっていうのは、2004年に母乳育児支援に関わる、あの、三営利団体が、共同で災害時の母と子の育児支援、共同特別委員会を設置したことに始まります。で、そのネットワーク団体は、 あの母親同士のボランティア団体である NPO 法人ラレーチリーグ日本とあとは乳児栄養支援の専門職である NPO 法人日本ラクテーションコンサルタント協会それから多職種からなる、えー、母乳育児支援ネットワークこの3社です。 主な活動としましては、2011年には、ユニセフと共同して、赤ちゃんの栄養相談ホットラインというものをやりました。男女共同参画局のこのガイドライン、これがやはりとても大事ですので、のそれぞれのね、の避難所とか、あるいは母子が集まっている避難所なんかで、あの、とて、たと、ととも、あの、有効になる、あの、ものが出ましたので、これをご紹介させていただきます。 まあ非常にページ数いっぱいあるんですけども、あの、かいつまんで、えっとね、赤で囲んだんですけれども、あの、育児中の女性は平常時から子どものためとして我慢したり、まあ、周囲にもそうした価値観を押し付けられることが、あの、非常に多いんですね。そして災害時にはそれが一層、あの、強まる傾向にあるので、お母さんの意志を尊重して、 不安や悩みを吐き出しやすい環境を作っていくということがとても大事だということで、それが、あの、母親の回復につながり、最も脆弱である乳児の支援につなげていくということが重要です。ここ、とても大事な点ですね。内閣府の男女局、あの、男女共同参画国の あの、ガイドラインの中の、アセスメントシートだけの単独の、あの、ダウンロードできるところもあります。あの、ここに紹介されている、あの、ものは、すべて私たちの母と子の育児支援ネットワークが無料で、えー、サイトからダウンロードできるようにしてあるものです。あの、まあ、例えばこういう、あの、乳児用ミルクをあげているお母さんへで、裏が、 母乳をあげているお母さんへということで、あの、スピアハンドブックとか、あの、載っているんですけれども、IFE が発行している、これです。えっ、ー、と、災害時における乳幼児の栄養で、 救援スタッフ、災害救援スタッフと管理者のための活動の手引きというものが紹介されています。なんで災害時の入院事業法が重要なのかっていうことなんですけども、まあ災害が起こるとどうしても人口密度が増える。そして食料供給が不安定になる。そして何より安全な水の入手が困難になって衛生状態が悪化します。そうすると保健医療ケアシス,テムがシステムが追いつかなくなるんですね。 そうしますと、まあ、特に下痢が多くなるんですけれども、赤ちゃんが病気になったり、死亡率が高くなったりします。で、そんな時に、あの、乳幼児の中で母乳を得られない赤ちゃんは、衛生に気をつけて安全に代替品をあげる必要がありますので、最も優先して援助が必要な、あの、人たちです。なぜかというと、母乳を飲んでいないことで、栄養面だけではなくて、感染症のリスクが高くなるからなんですね。 一方で母乳を飲んでいる赤ちゃんは、あの、安全で安定した食が供給されます。なので、まあ、水が汚染されていたりとか、あしてもその細菌とか寄生虫による病気から赤ちゃんを守ることができます。また、感染症を予防するだけではなくて、かかっても軽く済むということがあります。まあ、どうしてかというと、母乳の成分が赤ちゃんを守ってくれるからなんですね。 あの、ミルクには入っていない赤ちゃんを守るいろんな免疫成分が母乳の中には入っています。それから、えっ、ー、と、よく免疫は最初の初乳しかないって思い込んでいる方もいらっしゃるんですけれども、2歳まで書か,かれていますけれども、むしろ濃度が増えているっていうこともありますので、えー、母乳育児をもし続けていった時に、まあ、災害が起きたらやめないで続けていくということがとても大事になってきます。 そうは言っても出ない人はしょうがないじゃないかっていう声があちこちから聞くんですけれども特に災害になるとストレスで出なくなるでしょうっていう危険があった時にはこの,おあの母乳を一時的に外に出す仕組みオキシトシンなんですけれども一時的に出にくくなるっていう 仕組みがあるんですけれどもそれはもう本当に危険な時はのんびりおっぱいやってる時間じゃないから逃げなさいっていうサインなんですよ。だけどあのゆっくり避難所なんかに行っておっぱいをあげることができるとまあそれがまた再開してくるしそれは出すためのホルモンであって作られるホルモンはストレスでは関係なく作られ続けています。 ただ、あの、災害時の状況だと、どうしても回数が減ってしまうんですね。そうすると、作られる量が減ってくるんです。 これはあのフィルというあの仕組みなんですけれども、乳房の中に母乳が溜まっていると、あ、こんなにいらないんだって言って減らす仕組みが体の中にあるので、あの、どん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 あの欲しがるたびに、えー、上げていくということが大事になっています。あと、赤ちゃんがよく泣くようになったから足りなくなったって思うお母さんも多いんですけれども、赤ちゃんもいつもと違う雰囲気をさせて泣くことが多いです。お母さんでさえ泣きたいの。 そういう状況で赤ちゃんが泣く回数が増えるというのは、あのと、当然のことです。一方で、あの、少し多めにあげてると、いつもより出る、出るようになったっていう人もいます。で、ここで注意したいのは、母乳をあげるのは義務ではない、権利だっていうことなんですね。あの、権利を保護するために、あの、授乳に専念できるように、安心できる環境を整えるということが大事になります。 で一方で、ミルクの場合は、徹底的な安全に、あの、衛生的に飲ませることが大事です。授乳アセスメントシートのいろんな項目が書かれているので、えー、それに沿ってお母さんの話をよく聞いて、今まで通りの育児が手、えー、できるように手助けするということが大事になります。で、防災のために平常時から適切な授乳支援をするということが大事です。 で、乳児用ミルクの主供品を配布したりするのがなんでいけないのか。製造と販売は必要なんですけれども、あの、宣伝はしないっていうことなんですね。まあ、それは、あの、母乳が出る仕組みを守るっていうこととか、まあ、赤ちゃんがおっぱいを飲む意欲を守る、お母さんの自信を守るっていうことで、あとはミルクを飲む赤ちゃんも安全に健康に育つためにあります。 液体ミルクを安心して使うためのチェックリストなんかもありますので、あの、これなんかも活用していただけるといいかと思います。乳首もそうなんですけども、アタッチメントも一回ずつ洗浄することが必要ですので、災害時には適しているとは、あの、言えません。まあ、授乳が、あの、できるような。 あの、バスタオルとかストールでもいいので、ケープだったりとか、あるいはミルクを作るためだったら、まあ、使い捨てのコップとか割り箸とか、あの、煮炊き用の鍋を食用と別にしたりとかっていうことですね。まあ、これはあの、紙コップを使って粉ミルクを調入する方法なんかも、動画なんかがあります。今だったらコロナですよね。アウトブレイクをしている間は、まあ、最低、えっ、ー、と、3日から1週間っていうんだけれども、 あの平常時にミルクを使っている場合ですねまあ感染症のかかことを考えると2週間ぐらいは備蓄するこれなぜこういうことを言うかというとあの自治体でこういうものを備蓄しているっていうとお母さんたち安心してしまうんですねでお母さんたちみんなに供給できるほど備蓄することは不可能です自治体がなので住民の事情の備えを促すということがとても大事になってきます これ例えばオーストラリアの文献です。まあ,あのこの図を見てもね、まあ、一目瞭然なんですけれども、あのこのグルブルさんの原書では、まあ1日水の必要量24四リットルって書いたんですね。 無理ですよね。24リットル、あの、全員の分を用意するっていうのは。それで、あの、日本の場合は、まあ、その、洗う水、哺乳瓶を洗う水を、は、あの、大体、えっ、ー、と、1回分で大体2リットル必要なので、えっ、ー、と、1日でも、あの、もっと使う、う、ことになるので、哺乳瓶の場合はもう、洗う水はもう、考えるのが難しいから、 紙コップと、まあ、粉ミルク、あるいは紙コップと液体ミルクだっていうのが現実的です。ものすごい水を使いますので、あの、哺乳瓶で洗ってからじゃないと消毒できませんので、洗って消毒してというのは難しくなりますので、まあ、こういうことも考えて自宅で備蓄をしてもらうということが大事になってきます。これが、あの、まあ、最後になります。あの、災害時は適切な授乳支援が求められます。それは災害時には支援が限られるからなんですね。あの、 非常にあの、温かい支援、安心して授乳できるところがあれば、あの、母乳のあげているママがそのまま続けられますので、全体のミルクの量が、あの、下がるので、感染症が予防されるということは、ミルクを飲んでいる赤ちゃんに、ミルクが必要量行き渡るっていうこと、で、感染症が、あのリスクが下がるっていうことなんですね。一方で、 それができない環境だったら、ミルクの全体の使用量が上がって感染症のリスクが拡大するということは、両方の赤ちゃんに、あの、リスクが高くなるということ、特にミルクが必要な赤ちゃんにミルクが行き渡なくなって、それで感染症がより拡大するという、こういうことがあってはならないわけです。 ですから、まあ、支援が限られる災害時には、適切な授乳支援をして、きちっと授乳アセスメントを、シートを使って、アセスメントをして、あの、母乳が続けられる人が続けられるように、そしてミルクが必要な人には必要な分だけ供給していくということが大事になってきます。以上で、私のお話が終わりになります。ご清聴ありがとうございました。